はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日もやっていきましょう。スプラトゥーン3実況プレイよろしくお願いいたします。ということで、いよいよ今日で決定します、新シーズン恒例モッティ的追加武器ランキング。はい、ということで、4回にわたってやってまいりました追加武器ランキングも今日が最後でございます。モッティの独断と偏見で決めさせていただいているランキング、いよいよ今日は1位と2位と10位の発表です。まあ10位はあれかなって感じですけど、果たして栄冠に輝くのはどの武器なのか。それではシャープマーカーネオからいってみましょう。はい、じゃあということでやっていきましょう。1つ目の、武器はシャープマーカーネオですね。よろしくお願いいたします。相手の名前大丈夫？任天堂的に大丈夫？よろしくお願いします。まあいいや。サブが吸盤、スペシャルがトルネード。なんでそう恵まれる武器と恵まれない武器を作っちゃうんですかね、今作ってね、本当にって思いません？トリプル、トリプル、トリプルトルネード。あ、死んだ。死ぬんかい。置いて、おー、ナイス。あいーえー必戦 IA ですね。いや、あのね、強いよ、そりゃ強いっすよ。申し訳ないけど、まああのなかなかね、大体武器が結構多いというかライバルが多いじゃないですか、シャープマーカーネオってね。吸盤使いたいんだったらホニャララとか、あのシャープマ使いたいんだったら無印の方がいいとか、まあトルネードだったらこっちの方が寿司の方がいいじゃんみたいな、いろいろあるとは思うんですけど。ナイス。痛い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 。トリプル、トリプル、トリプルトルネード。なんか死ぬ、死ぬね。トリプル刺さるね。弱いわけないですからね、この組み合わせも。いや、あの要は純粋にあのシャープマーカー無印が強すぎるのがね、いけないんすよ。マジでそれ、マジでそれ、ほんま。これやばいかもな。わー、こんにちは。トリプル、トリプル、トリプルトルネード。そう、あ、それの問題ですよ。いやー、それ、ナイス。こんな、こんなゲートできんだぜ。あー、それ無理。あー、落ちてった、さよなら。強いよ。弱いわけがないのだですよ。ちょちょちょ、さすがに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 。あ、なんか死んだ。いや、弱いわけないっすよ、本当に。本当に。ね、だ、ほんとね、まあ、これはね、シャプマがどっちも強いってことは、シャプマを弱体化すれば、どうにかなるわけですよ。ね、だ、簡単なんですよ。だ、ほんとに1月のアップデートでどれぐらいシャプマが弱体化するか、まあ、楽しみだな、といったところではあるんですけども、まあ、でもほんとに調整うまくやらないと、ね、ああ、マジか、見られてたか。ね、他の武器に被害が出かねないですから、ここはマジで慎重にやらないととんでもないことになるっていうことだけはちょっと頑張ってね、調整していただきたいなっていうふうに思います。もう文句なしで強いと思います、この武器。はいね、まあでもカニタンの方、無印の方がもっと強いと思います。選べるのいいよね、両方環境に入れるレベルに強いってさ、多分シャープマーカーだけでしょ。寿司も周りかな、いいよな、そういう武器。本当に両方入れねえもん、俺の武器。はい、じゃあ2つ目の武器使っていきましょう。赤ザップ、 M ザップ89です、よろしくお願いいたします。まあ、結構前作だとね、マルチミサイル積んであったんで、結構愛着湧いて使ってた方、初心者の方とか特に多いんじゃないかと思います。サブがロボットボム、スペシャルがデコイチラシ。ただね、今作は、あー惜しい。今作はね、じゃあ同様の運用の仕方っていうんですか、ある程度味方のサポートのサポートしながら、ミサイルとか撃ってデコイチラシ撃ってみたいな立ち回りをしたら強いのかっていうと、正直
同じ使い方するとめちゃくちゃ弱いので、ちょっとそこはねぜひ覚えておいていただきたい。まあっていうのはこのデコイチラシですね、やっぱりこれはっはっは、紛れて飛んでやるぜ、イエーイイエーイ、ナイス。これやりたかった、必殺秘技やりたかったこれ一回だけやりたかったリスナーに教えてもらって、面白いからやってみる、できました、いい感じでじゃあね、ですね、あんまりね、あんまり、じゃあそのなんでその運用方法が強くないかっていうと、やっぱデコイチラシ自体に殺傷能力があんまりないんですよね、やっぱどうしても。そこがねでかい。うん、でロボムですから、ボムでキルも取れないわけですよ。だから立ち回っていこうと思ったら、絶対黒の方がいいと思う。惜しい。うん、ちゃんとうまくザップ使いたいとか、うまくなりたいんだったら赤は使わない方がいいと思う。うん、ボムが置ける、ボムを置く場所をちゃんと覚えられると、ロボットボムのうまい使い方ができるから強く。そうなので、ね、まずは黒で練習して、まあ、その上で、まあ、デコイチラシが強化されたタイミングで、まあ、赤ザップも使えますよみたいな雰囲気でやるといいかな。なんかすげえ味方強いんだよ強ポジ押さえてるだけでガンガン相手入ってこないんですけど、右からいるかい、右入ってるかい、右入ってる感もあるけど、怖っ、ナイスむやみやたらに入ってきてる感はありますけどね。ああ、なんかロボン死んだ。強いね。強ポジを維持することが重要だということが。いやー、ナイスー、うわー、はい、よくわかる。15秒前発射、大事です。ああ、じゃあこっちにこうやっておく、こっち来る、こっち来る、こうやって、こっちする、こうする、あー、逃げろー、逃げろー、こんにちはーす。まあそうね、まあザップはね、まあ割とお手軽はお手軽なんでね、初心者の方もちょっとこうシューターへの前段階として、シャプマとか寿司とかそういうのの前段階として、まあ使って練習してみるのはいいんじゃないかなというふうには思います。はい、何位でしょうか。はい、じゃあ大鳥12個目の武器使っていきましょう。クロガロンデコお願いいたします。いやー、とうとうラストですね。はい、サブがシールド、スペシャルが帝王以下。うん、強いまあ環境も相まってね、もうちょっとだんだん普通に当たり前のように環境に入ってきてますもんね。うん、まあかなりそのシールドでね、前線を維持しやすいっていうのと、まあ縦長のステージも相まって、うわー、逃がすかよ、うわー、こんにちはまあかなりね、押し込みやすくなっておりまして、まあましてやアクション強化とかもつきまして、弾ぶれもだいぶ減りましたから、まあ相手をこう押し、なかなかね出させないような立ち回りをしながら、あー、これはやばい、あ、死んじゃう、それ、ナイス、うわー、惜しい、ちょちょちょセイセイセイ、ナイス強いっすね。あ、なに、ペチペチ当たったけど、ペチペチ当たったけど、もうね、文句ないっすよ文句ないっすよ、この武器は。やっぱね、強い武器は本当に強いですからね。これかな、うわーうわーうわーあ逆に慣れてない逆に慣れてないんですけど逆にうまくできなかったんですよ。あれはジャンプでちょろちょろやればいいの。なるほどねなるほどね、単純に帝王以下の熟練度が低いです、ね、
あ、マジか。いやーな、抜かれ方したな。ナイスー。あー、危ない。ナイスー。これね、クロガロンが単純に下手すぎるっていう俺のそれはあるよね。うわー、あー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 2回目は学習してますよ。同じ手段で負けるわけないじゃないですか。ナイス。うえ、えい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 、あ、死んじゃう。えい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 、ナイス。押し込み能力えぐ。味方と一緒に行ったらもう天下無敵ですね、ほんまにね。強いわ。なんかいる。ナイスー。もう出させないもんね。これは強いよ、やっぱ。俺がクロガロンが本当に下手くそなんで。ね、でもマジですごい強い人とかはもうえげつないような動きしてるんでしょうね、なんかね。はい、さあ果たして1位は何になるのでしょうか。はい、ということでそれでは最終順位の発表とさせていただきたいと思います。それでは今回使った武器はこちらです。ドゥルルルダダダダン。第10位 NZAP89、 第2位シャープマーカーネオ、そして第1位はクロガロンデコに決定しました。イエーイ。まあ順当でしょうかね、このランキングね。はい、じゃあということで第1位のクロガロンから行ってみましょうか。もうね、もう走攻守揃った素晴らしい大谷さんみたいなプレイヤーですね。プレイヤーじゃない、武器ですね。大谷さんみたいなプレイヤーは大谷さんなんですよ。クロガロンデコね、うん、もうね、ステージにも合ってるし環境にも合ってるし、メインとサブの噛み合わせはさることながらスペシャルの帝王以下、もうね穴がない、本当にマジで強い。まあ多少ね苦手なステージはあるんでしょうけど、エアのルールとかはあるんでしょうけど、ほぼ腐らないでしょうね、帝王以下ある以上。うん、なんか本当にこれはクロガロンズで良かったねねっていう感じですよね。無印があれでしたからね。はい、おめでとうございます。文句なしだと思います。はい、で第2位シャープマーカーネオ、うん、これもね割と文句ないと思います、正直。うん、全然強いと思いますし、帝王以下ちょっと弱体化したらもしかしたらこっちが1位になるかもしれないなっていう風には思ってます。まあでもね、無印が強いんでね、クイーボシャプマが強いんで、まあ9番トルネードも全然強いんですけど、まあ相手が悪いですねこれはね。まあでもどっちも強いんで、これはねルールとかステージによって使い分けていったらいいかなと思います。10位ガザップ、うん、まあデコイチラシの強化待ちでしょう。なかなかね、実況しながらも言ってましたけど、なかなかキル精度低めなので、うん、サポート寄りなんですけど、他のサポート系の武器だとね、いい武器結構あるので、モミジとかね、あるので、まあちょっと赤ザップはね、練習用っていうか、ウォーミングアップ用っていうか、トレーニング用かなって個人的には思いますね。はい。でもまあデコイチラシ強化されたらそこそこ上がるかなっていう印象ではあります。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうかね。予想した順位は何個ぐらい当たったかなということでね、まあ、もしぜひ初心者の方とか参考にしていただければなというふうに思いますので、ぜひ4部作ご覧いただきたいと思います。はい、ということで以上でございます。またモッティのスプラトゥーン動画もね、更新していきますんで、よかったらご覧ください。以上モッティでした。おつおつ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。明日の生配信はお休みいたします。動画は上がります。動画はしかも2本上げる予定です。まあ1つは実況動画じゃなくてプレイ動画になる予定なんですけども、ぜひ見てください。あったかくして寝ろよ。